すぎたらバランスが壊れる。そうですね。これは別にまあ自分は今まであんまりストーリーボードってのはってはいなくて、まあ今回もそんなストーリーボードは使ってはないです。ただまあいつもよりもそのショットに関する準備っていうのはしましたね。その脚本を作るにあたって石橋英子さんのまあ、えー、音楽を作っているスタジオ周辺をリサーチして、まあ、そこで取れるものを あのまあ、まとめていってでこそこからこういうストーリーがまあ生まれてくるんじゃないかなということを考えて、まあ、それをまとめたというそうですねまあ今まで以上にまあちょっと関係性が逆転にしたというか、まあ、やっぱり「ドラえもマイ・カー」の時とかは基本的にはこちらがま,あまず映像があってこの映像に対して一体どういう音楽をつけていきましょうかっていうような順番だったと思うんですけどどっちかというとまあ 今回も楽曲が先にあったというわけではないんですけど石橋英子さんの音楽に対して、まあ、映像をこっちが準備するっていう、まあ、そういう必要があったので、まあ、彼女の音楽はどういうものなのかっていうことを考える必要があったしそういうものに合うようにっていうことはよく考えましたでその時に、まあ、やっぱりその彼女の音楽のある種のんですかねかすかさささささみたいなものっていうのはあの損なわないようにしたいなっていうことを思っていたしでそれが 徐々に徐々に発展していってしかも必ずしもまあ解決しないみたいな特徴を、まあ、物語の面でもそのビジュアルの面でもあの保ちたいということは思ってやってました。えっと偶然と想像では、まあ、彼は制作部っていうどっちかというとロケーションを探したりとか、まあ、お弁当を手配したりとかそういう部署で働いてもらってました。であの今回も あのそのリサーチの段階でまあどういうものが撮れるかなっていうことを調べる段階で彼にまあドライバーを頼んで撮影の北川さんと一緒に回ってたんですけれどその撮影の北川さんがカメラを構えてまあここでこういうものが撮れるんじゃないかっていうことをやるときにまあそのカメラの前に立ってもらってまあスタンドインをしてもらっていた時にまあいいじゃないかと。彼のの顔っていうのが 何かすごくミステリアスな、まあ、なんかちょっと動物っぽい、山猫っぽいようなところがあって、あのだん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 そのリサーチをしているうちに彼で物語を構想している自分に気づいたのであの、彼に出てもらうといいんじゃないだろうかということを思うようになって、あの頼んだら、まあ、彼もと、えー、今監督をし始めている時期で、その監督と俳優の関係性に興味があったらしくて、まあ、引き受けてもらえたと。 まあそのドライ・マイ・カーではチェーホフ,フ、まあ、そのワーニャオンチさんを扱っていて、まあ、それはその村上春樹さんの原作の中に書かれていたということが大きいんです。でその悪は存在しないでもそのイプセンの民衆の敵を見ているのか読んでいるのかっていうことをよく聞かれるんですけどこれはあの実はまあ 映画を作って言われてから読みましたで確かにまあなんかすごく似たようなシチュエーションを取り扱ってるなっていうことを思ったしそういうふうに言ってもらえるのはなんか光栄なことだなと思ったんですけどものですね。で特にその真実に関するあれの彼の考え方真実っていうものが時には非常に日常的な幸福にとっては不都合なものであるっていうことただその真実っていうものを明らかにする、まあ、登場人物の姿勢っていうのはまあとても好きです。あのなのでそういうい まあ劇作家たちとの関係性、まあ、影響みたいなことを言ってもらうっていうのは、まあ、自分としてはすごく光栄なことだなという気が